レオナルド・ダ・ヴィンチによる、エコル・シェ・リ・ジェ・リシエによる、エコル・シェ・エコル・シェとは、人物画や絵画、彫刻において、皮膚を除いて、筋肉を表しているものを言う。ルネサンスの建築家で、哲学者のレオン・バティスタ・ー・ルベルティは、画家がヌードを描こうとするなら、まず骨と筋肉を配置をして、それを皮膚で覆うようにするようにと進めていた。よく知られている初期の研究のいくつかは、 レオナルド・ダヴィンチによる。彼は死体を解剖し、その詳細なドローイングを描いた。同様の研究は、古代ギリシアに始まったとも言われるが、特定はされていない。エコルシェという用語の意味は、文字通り、ハグであり、19世紀にエコール・でボザールのような、フランスの大学で用いられていたことに由来する。この授業形態は現在でも、世界中のいくつかの学校で続けられている。 例として、ニューヨークアカデミー・オブ・アートやアート・スチューデンツ・リーグを、挙げる。幾文社編集書編、エコル・ーユ、新百科大辞典幾文社、1925年、312ページ。イコーチ DEFINEDATARTLEX.com。ありがとうございます。